SBI 日本小学短期保険株式会社は SBI ホールディングスのグループ会社の小学短期保険会社である。SBI 日本小学短期保険は2006年4月の保険業法改正により誕生した小学短期保険会社である。賃貸入居者向けの家財保険、みんなの部屋保険 G3 を主軸に販売しており、他にも車両保険、 みんなのバイク保険やハーレーダビッドソンオーナー、専用保険、ハーレー車両盗難保険、自転車保険、みんなのスポーツサイクル保険等、幅広い商品展開を有している。全国2830店ある代理店を介した販売方法に加え、車両保険に関してはウェ e ブを介したダイレクト型の販売も行っている。2016年9月に SBI グループ入りし、 2018年10月に、現在の称号へ変更。1998年7月、ジャクラブ共済制度を開始。2006年5月、有限会社から、株式会社へ、組織変更。社名を、株式会社日本住宅相互共済会とする。2008年2月、近畿財務局に、小学短期保険業者登録。 日本住宅小学短期保険株式会社として事業開始。2014年4月、日本小学短期保険株式会社に社名変更。本社をグランフロンと大阪に移転。2015年10月、女性活躍リーディングカンパニー認証。2016年9月、SBI グループが株式取得、SBI ホールディングスの完全子会社となる。 2017年1月、契約者数が50万人を突破。2018年3月、経常収益が100億円突破過去最高益を、計上2018年6月、大阪府制度、男女生き生き、元気宣言事業者に登録。2018年9月、大阪府制度、男女生き生きプラス事業者に登録。2018年10月、 SBI 日本小額短期保険株式会社に社名変更。2018年10月、保有契約件数が55万件を突破。SBI 日本小額短期保険株式会社、ありがとうございます。